前回、前々回に続き、コロナ罹患レポート、その3でございます。今回は、これさえやっとけば、これさえ買っとけば、これさえ食っとけば、大丈夫シリーズっていう、まあ大丈夫かわかんないんだけど、まあおすすめだよーっていうやつを紹介したいと思います。まあ、まず皆さん。 コロナにかかったら、とにかく病院に行ったり、まあ、診断を受けたり、いろいろすると思うんですけども、その後の話ね、すぐ後の話、これをやっとけっていうのをまず紹介したいと思います。これね、ほんと大事。すぐには影響しないんだけど、めちゃくちゃ療養生活にダイレクトに関わることで、えー、連絡をするということです。二つ連絡をしなきゃいけないところがあって、まあ、これはね、一つ目、連絡っていうかまあ、登録なんだけど、あの、ハーシスね。 ハーシスに確実に登録をすることです。で、これ私ね、今回めっちゃ揉めたんですけど、実はね、かかりつけの病院とかで、そのコロナ陽性ですとかなったら、まず保健所にね、そのまま連絡をしてくれる病院が多いと思うんですね。で、その管轄の保健所が、あの、ハーシスの ID を発行してくれるわけですよ。で、その ID が自分のスマホのショートメールに来るんですね。 で、そこから、その発行された ID を打ち込んで、まあ、ログインして、ハーシスのとこにログインして、日々の健康状態を登録したり、まあ、いろいろしていくんですけど、このね、ハーシスの登録がね、私の場合はですよ、ほとんどの場合は何の問題もないと思うんですが、届かなかったんですよ。届かなかったの。で、本来ならね、ほんとすぐ来る場合もあるわけ。 で、ゴリラ先輩、あの、私の旦那ね、ゴリラ先輩は私より先にかかったので、その、ハーシスの登録してるのを私は横で見てたわけですよ。あこんな感じでするんだ。ああ、こんなショートメールが来るんだね、って思ってたんですけど、で、ゴリラ先輩はもう、えっ、ー、と、病院に行った当日にね、多分、最初の連絡来たんじゃないかな。で、えっ、ー、と、なんか、毎回体温計をね、測るたんびに体温の登録を記録してたんですけど、で、私のやつはね、一向に来ないわけ。 ただ、えっ、ー、と、私が住んでるね、居住地がちょっと特殊な環境にある場所ですから、まあ、届かなくってもね、ちょっと仕方ないかなっていう状況があったんです。でも、えっ、ー、と、2日経っても来なかったわけよ。さすがにおかしいなっていうことで、えー、その病院にもう一回連絡してみたわけですね。あの、2日前に要請を受けたものですが、ショートメール来ないんですけど、これって大丈夫ですかねみたいな感じで言ったら、なんか、 それの登録は保健所が何とかやってくれてるから、ちょっとうちではわからないって言われて。で、ただ、まあ私のね、受診したお医者さんのところはちょっと特殊な環境下にあるもので、一個アナログを挟んで保健所の方に連絡をしなきゃいけなかったらしくって、まあそれが原因かわかんないんだけど、多分そのせいで、 なんか上手に保健所の方に連絡が行ってなかったみたいで、結局ね、月曜日に要請受けたんですけど、金曜日になっても、ハーシスからのメールは来なかったわけです。で、保健所に連絡しても、まあ電話つながらないんですよ。で、そこでね、ちゃんといっぱい電話して、一回保健所としっかり掛け合っときゃよかったんですけど、まあ来るだろうと思って <laughs>、あの、 一週間空いちゃったんですね。でもさすがにおかしいと思って保健所にもう一回連絡をかけたのが、えー、だから陽性判定を受けたぴったり一週間後、次の月曜日だったわけですよ。で、そこでめっちゃかけ直したの。もうとにかく朝保健所9時からやるので、9時になった瞬間に電話かけまくって、まあね、通話中プープーっていうのがなるんですけど、結局ね、何回かけたかな ?117 回かけました。<laughs> 117回掛け直しっていうボタンを押して、めっちゃ電話して、もう全然かかんないわけ。もう最後の方にはね、何秒待ってたら、かけ直しっていう画面に切り替わるかが、だいたい指が覚えてくるので、もうこっちはしんどいからさ、熱があって、もうほぼ画面見ずに、指を、人差し指を、ちょん、ちょんって動かしてさ、<laughs> 手が半自動、なんか、かけ直し、リダイアルマシーンみたいになってて、 で、それぐらい一のほど掛け直ししてたんですけど、そしたらね、あの、プルルルル,ルーとか言い出して、お、つながったと思って、やっとつながったんですよ、そこで初めて。あ、100回ぐらいかけなきゃいけないんだ、と思って。まあ、それを、その前の週にやっときゃよかったんだけど、まあ、体力的に多分無理だったんですよね。その時はかけられなかった。で、初めて保健所に電話して、実はハーシスからの <laughs>、あのー、登録メール来てないんですけど、つったら、えー、来てないんですかごめんなさいっていうのを、初めてそこで保健所が把握してもらって、 で、えっ、ー、と電話番号これで合ってますかって言って合ってますって言ってじゃあもう今からもう一回送りますんで申し訳ございません多分手違いで送れてませんでしたっていう風に言ってもらってねもうすごい忙しそうなわけよもうめっちゃ丁寧だったわそこの保健所のおばちゃんもう本当にこちらの過失でございますっていうのがさ 別に、あなたは悪くないんだけどな、と思いながらさ、一生懸命電話取ってくださってさ、もうこんな電話をね、一日何十件も何百件も受けてるわけでしょって思ったらもう、大変申し訳ないんだけどさ。だから、その上でもなんか、めっちゃ謝ってくれて、あ、もう全然いいですよって言って。<laughs> で、えっと、その電話を切ったらさ、もうすぐハーシスのメール来ましたよ。こんなすぐ来るんかいと思って。でね、えっと、 ま、結果的に言うと、これなんで早めにしといた方が良かったかっていうとね、まあ、その、体温の記録とかした方がいいっていうのもあるんだけど、一番はね、療養者の食料配送サービス。これを受けることができませんでした。私は。なぜかっていうとね、療養期間って10日なんですよ。陽性者になった場合はね。10日間なんだけど、その、私がさ、まず1週間空けちゃったせいで、もう7日経ってるわけですよね。 で、そこからさらに、ハーシスを通して、えっ、ー、と、食料配送サービスをなんか、メールでね、登録申請するんですけど、その申請をして、そのなんか審査みたいなのもあるのかなとか、あの、多分、窓口の人が、そのメールを確認して、この人に配送してもいいのかっていう、多分確認作業があると思うんですけど、なんか、それが遅れちゃったせいで、もう療養期間外れちゃった時に、確認の作業みたいなのが、 価値あったらしくってて後で電話が来て <laughs> すいません、あの、配送サービスのものですが、えっ、ー、と、もう療養期間を外れてますので、配送いたしかねますっていう電話が来て、そのキャンセルを受け負う窓口のお姉さんから電話が来たんですよ。え、でも、今回の、 あの、配送サービスのなんか遅れっていうのは、実はその保健所の方がなんか入力ミスかなんかで、ちょっと一週間ぐらい空いちゃったせいっていうのもあるんですけど、そういうの考慮もしていただけないですかねって言ったら、まあそういう事情はあの保健所の方から受け止まっておりますが、 現時点で療養者か否かっていうのが、その、配送できるかどうかの基準になってくるので、もうあの、大変申し訳ありませんが、あの、今現時点ではもう療養期間が終了しておりますので、食料配送サービスの方は、大けだまりできません。申し訳ありませんって来ちゃって <laughs>。マジかよっていうことで、まあ結局ね、ゴリラ先輩の方は、あの、早めにね、ハーシスの方が来てたので、その、配送サービス、 は、受け取れてたんですが、その私の分のやつが受け取れなかったっていう風で、残念だったんですよ <laughs>。だから、まあ、この話の教訓としてはね、陽性判定を受けて2日いないぐらいに、ハーフスからのメールが来なかったら、一通も来なかったら、もうマジで死ぬ、死ぬほどかからないっていうことをもう頭に叩き込みながら保健所に意地でも電話した方がいい。 もうどんなに体力が落ちてたとしても、その画面見ずにかけ直しを押しまくれば、いつかつながるから、100回ぐらいかけてたら絶対つながるんで、めげずにかけまくること。で、その連絡さえ入れとけば、早めにハーシスのメールがね、届いてたはずなんですよ、私の場合はね。私が1週間開けちゃったせいで、結局受け取りとかできなかった。本来受けれるはずだったサービスが受けられなかったのは、連絡しなかったことが原因ですので、ぜひ、 このハーシスのメールの連絡ね、届かなかったら、めんどくさくっても、とにかく問い合わせをしてみること。それは別にイチャモンでもなんでもないので、確認の電話なわけなので、あのー、保健所の方にも別にそれは、それ自体は迷惑にはならないと思います。あの、業務妨害をしてるわけではないので、ちょっと気は引けるんですけど、まあ、確認してみた方がいいかなとは、思いますね。で、えっ、ー、と、もう一つしておいた方がいい連絡。これはね、 親族への連絡です。これなぜかというとね、その配送サービスが届かないかもしれないというリスクを考慮して、した上でです。で、私はね、その居住地が特殊っていうこともあるし、そもそも私の両親だったらね、県外に、思いっきり県外っていうかもう地域も全然違う、関東にね、いるので、両親が。だから、そっから段ボールにいろいろ詰めて送ってもらうっていうのも考えると、やっぱりもう、 陽性判定受けてすぐに連絡した方がいいと思いますね。で、今回ね、これもさ、あの、ちゃんと伝わなきゃ、伝えなきゃわかんないよねごめんねと思ったんですけど。あのね、もしね、その親族になんか食料を送ってもらうとしたらね、何が欲しいかは具体的にマジで言った方がいい、伝えた方がいいと思います。あの、私はね、結構具体的に伝えたつもりだったんですよ。とにかく、 物を飲み込めないから、あの、固形物は無理だからね、ゼリーが欲しいっていうのを LINE で書いたんですよ。で、ゼリーっていうのは、あのー、何ちっこい一口サイズのゼリーもあれば、それこそ飲むゼリーインゼリーみたいなやつもあるし、 カップみたいになってる。あの、ペリペリペリってめくって食べる、スプーンですくったりして食べるゼリーもあるじゃないですか。まあ、いろんなゼリーがあると思うんですけど、そう、ゼリーが欲しいっていうにしても、どういうタイプのゼリー、何味が欲しいのかとかいうのも、ちゃんと伝えた方がいいですで。なぜならね、私がその、伝わるだろうと思って、スプーンで食べるタイプのゼリーを送ってって書いたんですよ。で、私が想像してたのは、な、なんて言うのあの、 なんか、例えばさ、ドラえもんゼリーとかあるじゃないですか。ちっこいさ、三連とかになってるゼリーとかでもいいし、なんかあれをい、い、一個一個になってるさ、あの、ぺりぺりぺりってめくって、スプーンで作ったりしても食べれそうな、えー、ゼリーとかってあるじゃないですか。あのゼリーを想像してたんですよ。で、それを送ってほしかったんだけど。<laughs> スプーンで食べるやつって書いちゃったせいでね。あのね、<laughs> 業務用のさ、<laughs> なんかね、1キロ入った、なんかねな、なんだっけ、杏仁プリンみたいなやつを送ってきて、ひし形にカットされた杏仁が死ぬほど入ってる、それが1キロ入ってるね、業務用の杏仁プリンを送ってきやがったんですよ <laughs>。うちの母親が <laughs>。ゼリーでもないし <laughs>。よく考えたら、えーと、普通にね、風邪とかひいてない、普通の、普段の日に、なんか、 あの、デザートみたいな感じで、食後のデザートみたいな感覚でね、クソでかいボールにさ、その、業務用の1キロの、その、杏仁プリンとか、ナタデココみたいなやつをバーって出して、スプーンで食ってたことがあったんですよ。それを、昔実家に住んでた時に、そうやって食べてるのを見たことがあったんですね。そんな食べ方すんのよ、キモいなって思ってたんだけど、当時は。その食べ方を、母はする人だったので、その1キロの、 杏仁プリンを送ってきやがったわけですよ。<laughs> まずゼリーでもないし、カップでもないし、二 <laughs> 人で暮らしてんのにその1キロのさ、安人プリンどうやって消費すんのって。<laughs> っていうのを送ってこられたんで、もうさ、もう、段ボール開封した時にはもう、すごいなんか、あ楽しみにしてたのに1キロの杏仁プリン送ってきちゃったこの人、と思って、すごいなんかね、残念な気持ちになったんですけど。 <laughs> だからそういうこともあるからさもう本当にね欲しいものがあったらできるだけ具体的に書いた方がいいですよそういう悲劇を生まないためにもマジでこれは反面教師にしてほしい <laughs> こんな悲しみをね生まないでほしいですねはい連絡系の、えー、ライフハックおさらいしておきますと一つがハーシスの登録を確実にするっていうことと、えー、親族への連絡ねまあ具体的に 送りましょうねっていう。この二つですね。ちょっと長くなってきちゃったんで、あともう二つの、えー、これ、やっとけシリーズね。えっ、ー、と、これ、食っとけと、これ、買っとけかなを、次回紹介したいと思います。ちょっと、このシリーズ、コロナシリーズ長くなってますが <laughs>。まあ、よろしくお願いします。はい、それではね、続きは次回のエピソードで、よろしくお願いします。ありがとうございました失礼いたしまーす。